それじゃあ蚊が寄ってきたんで使ってみます。じゃん。じゃーん。ほら坊ちゃん、新しい虫除けグッズだよ坊ちゃん。オニヤンマの形した新しい蚊除けグッズ、これ効くかな坊ちゃん。というわけでこれからこの新しい虫除けグッズをちょっと試してみたいと思うんですけど、これね、蚊の天敵とは言うけど、蚊ってさあんまり目が見えなくて熱とか匂いでね、あの獲物に寄ってくるって聞いたことがあるんだけど、どうかな。まあ一応ね、これ安全ピンがついてて、こうやってぶら下げられるんで、こういうハーネスとかにねつけることもできるんですね。まあもちろんこれペット用じゃないんですけど、でも坊ちゃんちょっとかっこいいね。ほら、果たして本当にこの鬼山くんが我が家の猫たちのことを守ってくれるのでしょうか。早速裏庭に行って試してみたいと思います。とりあえずね、最初につけちゃうと効いてるんだか効いてないんだかわからないんで、今はボス基地の体には何もつけてない状態で、蚊が寄ってきたらね、その蚊に鬼山君を見せてみたいと思います。こっちは日陰行こう、日陰。だいぶ梅雨草生えてきたね。この前あの梅雨草の動画をアップしましたけど、やっぱりね、梅雨草はね、あんまり伸びたら一回買った方がいいかもしれないですね。結構葉っぱがね傷んできてるっていうか、まあ、時期も時期なんですけど。で一回ね抜いたり買ったりすると、こうやってねまた新しく青々としたフレッシュな梅雨草が生えてくるんで、フレッシュな梅雨草を食べたい方はある程度伸びたらね一回買った方がいいかもしれないですね。よし行こう坊ちゃん。早速蚊が寄ってきた。早速蚊が寄ってきた。ほら頭に止まった。坊ちゃんほら蚊が。坊ちゃんはさ毛がフサフサしてるから、この辺止まってもね蚊が刺されないんだけど、やっぱお顔周りはね、お鼻とか肌が露出してるとこもあるし、耳なんかもね毛が薄いからこの辺刺されやすいんですよね。ねえ坊ちゃん、尿スプレーしたな坊ちゃん。とりあえず日陰行こう坊ちゃん、暑いから。
大葉の森にやってきました。一旦ちょっとリードを引っ掛けます。あー、蚊が寄ってきた。ちょっと待って、坊ちゃん。ほら、蚊が寄ってきた。蚊が、ほら、蚊がいる。それじゃあ蚊が寄ってきたんで使ってみます。じゃん。どうだ。どうだ。どうだ。もう一匹。どうだ。うわ、ダメだ。いなくならない。蚊がいなくならない。あ、坊ちゃん。あれ、でも置いたら少し離れたような気もする。あ、でも蚊が止まらないかもしんない。ほら、映ってるかわからないけど、蚊はね、周りにいっぱい飛んでるんですけど、ボス基地の体には止まってない。ほら、結構近くはブンブン飛んでるんだけど、ボス基地の体には止まってない。ただ、僕の体にすごい止まってる。やばいな、これ。あの、蚊取り線香みたいにね、この辺一帯からいなくなるっていう感じじゃなくて、あ、でも、この辺止まっちゃう。なんだろう、多少の効果はあるって感じかな。ただ、この辺ブン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 飛びはする。だけど、鬼山くんの近くは一応止まりはしないような感じするな。ほら、みんなどっか行ってくれ。みんなどっか行ってくれ。ほら、鬼山が飛んでるよ。ほら。とりあえず坊ちゃん、ハーネスにつけちゃおう。よし、ついたよ坊ちゃん。
ちゃん、坊ちゃん、坊ちゃん。はい、というわけで結論なんですけど、このオニヤンマ型の虫除けグッズ、まあ効果があるかないかで言えば、蚊が止まりづらくなるっていう意味で多少は効果あるのかもしれないけど、十分か不十分かで言えば十分とはちょっと言い切れないかな。やっぱりこれだけだとね、ちょっと不安かな。映ってるかわからないけど、蚊はいなくはならないんですよね。この辺結構飛び回るんですよね。で、多少止まるのを躊躇してるのかなっていう感じはなくはないんだけど、全く止まらないかといえばそうではなくて、やっぱりこの辺にあったらこの辺で止まるとかさ、それはあるかな。あー、ほら顔に止まった。もうダメだ。検証終了で、やっぱりパワー森林庫タコウ坊ちゃん。いなくなれ、いなくなれ。ほら、やっぱりこっちの方が全然効果あるよ。あっという間に蚊が逃げたもん。坊ちゃん、本当にこの大葉の周り好きだよね。脱走しても大体この辺にいるもんね、坊ちゃんね。ね、坊ちゃん。どうでもいいけど、坊ちゃん寝るんだったらお庭行こう。これやってるから蚊はいないけど。これかっこいいね、坊ちゃんね。かっこいいよ、坊ちゃん。というわけで帰ろう、坊ちゃん。お家帰ろう、坊ちゃん。ねえ、坊ちゃん。
っぱり寝るならここが一番安心だね坊ちゃん。